オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、本田望結です。今回はですね、島田奈々美ちゃんという役でございます。こちら見えますか？これね、撮影したのがね、1年前、もしかしたら2年ぐらい前になるんですよ。なので、前髪もあるし、雰囲気がね、全然違くて、今悩みとしてはちょっと舞台演出の時大丈夫かなっていうあれ本当に美羽ちゃんなりそうなぐらい、本当にね、この2年っていうのはね、この高校生の間の2年ってすごく大きいんだなと思って。このななみちゃんは、まあ作品で言うとゲートボールをね、皆さんにこう教える立場なんですけど、普段は可愛らしい女の子なのにスティックを持つと豹変しちゃうという役でして、ちょっとこう口が悪くなっちゃう部分なんかもね、見ていただけたらなと思っています。おいお前らとか、おいジジイチンタしてんじゃねえよみたいな、そういうセリフを言っちゃう子なので、普段の私もどちらかというと皆さんを引っ張ったりとか素直に何でも言っちゃうので、それ行き過ぎると、あれみゆちゃん、本当のみゆちゃんもこんな口悪いんじゃないのって思われちゃいそうで、共演者の皆さんにオフの時間、お休みの時の時間に、いかに丁寧な言葉を使って皆さんとお話しするかっていうのをめちゃめちゃ気にしました。皆さんとやっぱり仲良くなりたかったので、美味しいお菓子を持ってったんです、京都の一緒に食べたいと思って。でもそれ渡すの忘れちゃうぐらい皆さんと仲良くなれて、カメラ回ってない時間もみんなで一緒にゲートボールをして、あとめちゃめちゃいい香りがするんですよ。皆さんそうなんですけど、特に藤達也さんはマジでダンディーな香り、分かりませんでした？確かにですよね。あ、そうですね、いいこと言いますね。本当にめちゃめちゃかっこいいダンディーな香りがしました。やったことはなかったです、取り組んだことはなくて。でも正直簡単そうって思ってたんですよ。まんまと騙されました。めちゃめちゃ難しくて、若いから上手いとかも全然なくて、私も普通に皆さんに対決して負けちゃったりしたぐらい、その年齢関係ないんですよね、上手い上手くないが。私ぐらいの世代の方が見ても、あ、おじいちゃんおばあちゃんとゲートボールやりたいって素直に思ってくれるぐらい、ゲートボールの魅力がめちゃめちゃ詰まってるので、ゲートボールを盛り上げる第一歩となる作品だと思います。うわ、さすが分かってらっしゃる。そう、人生には過ぎることなんて一つもないっていうのが今回の映画の伝えたいメッセージなんですけど、それが本当に綺麗に皆さんに伝わるんじゃないかなっていうふうに思います。ゲートボールを通してね、年齢なんて関係ないと。この作品のメッセージ性を監督プロデューサーさんから聞いた時に、あ、ぜひこのお手伝いができるなら私も参加したいっていうふうに思いましたし、私もね、映画館に皆さんのどんな反応してるかなっていうのを確認しに行きますので行きました。地元の関西の方で見に行ったんですけど、前の子がこの作品本田望結出てるらしいで、あ、そうなんやって、おーって話してたんですけど、私そういう時に我慢できなくてトントンってしちゃいたいんですよ。でもマジで我慢して、だってさ、普通に考えてさ、知らない方をトントンなんてしたらダメじゃないですか、普通ね。後ろでめちゃめちゃニヤニヤしながら見てました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。 M1 ラストイヤーでしたっけ？ M1 だよね。 M1 ラストイヤーです。いや、もうちょっと今のくだり笑ってくださいよこの1年は私それでいこうと思ってるんでね。そうですね、15年、そうだな、毎日本当に寝るときにね、今日も楽しかったって思えて寝れているので、それがまずすごく良かったなって思うのと、今回の作品も現役高校生、現役の制服っていう形で、出演することができたので、これからも自分の実際の年齢に沿った役がしていきたいですね。映画ソレイケゲートボール桜組は5月12日に全国公開となります。もうこの作品はなんか今前に楽しいなって思ってる方も、ちょっと悩みがあるなっていう方も気軽に見ていただける作品で、あー楽しかった、よし帰ろぐらいに軽く見ていただける作品だからこそ、なんか力を入れずに本当気軽にこのポスターを見つけたら、あ、何時から映画やってる、見に行こうってぐらいの本当優しいなんか気持ちで見ていただける穏やかな作品ですので、ぜひ皆さん5月12日から劇場でたくさんお会いしましょう。私も映画館見に行くので
映画館で会えるかもね。バイバイ。ぜひ見てください。2台あるから同期取っとかないよな。せーの、使ってくださいね、これ使ってくださいね、これカットしてたら怒るよ。